さあ、じゃあそれどこですかって、ここです。まず柿の本の人麻呂さんは玉田杉うねびの山がどこかご存知でした。私がいつも言っております、ここです。天の家具山のうねおのこのもと、うねおです。うねお山、うねび山です。玉田杉って古代のネックレス、首飾りのことです。この写真今日マークつけました。ここに昔昭和10年頃の一ノ岳に、ここに首輪をしてるように見えませんでした、古い方。人麻呂さんは実際にこの古いうねび山、玉田杉うねび山ご覧になっています。間違いありません。奈良県のうねび山、こんなへこみありません。無理です。だいたい木が茂ってますから ありえません。こっちです、絶対に。やっぱり人麻呂さん、限りなく河原の人でしょ。その橿原の宮、神武天皇のお宮さん、これも私言い続けてますよね。神武さん、どこで即位されたか。橿原の宮、いつもこの小さな写真で紹介してますね。これどこでしたっけ。はい、もうこれはこれくらいでいいです。はい。うねび山の東南の橿原の地に邸宅を構えられたと、日本書紀の神武天皇記に書いてございます。そして西暦121年、かのと取りの年に橿原の宮で即位なさった。これが初代神武天皇の記録でございます。戦後はこの前紹介しましたように、津田宗吉の架空説によって75年支配され続けましたんで、皆さんは高校の日本史の教科書で神武天皇の名前すら見たことございませんね。ここにいらっしゃる方で神武天皇の名前を教科書に見られた方は、柳井さんと 福田さん、ギリギリ。大さん大丈夫 見た ね、難しいですよね。そう、それくらいに皆さんもう教科書に津田宗吉に洗脳されちゃったんですよ。私はこれみんな実在だって、神の時代から実在だ、それは全部この豊の国の出来事なんですよって言い続けとるわけです。じゃあ河原一ノ岳がうねび山であるなら、その東南に橿原の地と言ったらどこですかって言ったら、私にはこの鶴岡八幡さんしか思えなかったわけですよ。あ、じゃあここで即位されたんだと。で、これ植わってる木なんですか。植わってる木が何ですか。樫ですよ。で、日本書紀は橿原の宮って書いてあるんですけど、あそこの鶴岡宮司さんはあそこでお出しになっている小冊子の名前が樫山でしたね。じゃあひょっとしたら本当は樫山の宮だったかもしれないですよ。これは推測です。それをバレないように橿原の宮って書き換えたかもしれないんですよ。これは今日ここで2回目ぐらいに言ってますかね。だから鶴岡宮司さん偉いです。いや、よくぞあのお宮さんでよく樫山というね、その小冊子出していらっしゃいましたね。偉いっす。だから僕はもうあれを大事にもらってきて、今も二十数年間保存してありますもんね。この前また行ったんでもらってきました ここでしょ、ここですよ。で、後に卑弥呼さんの時代に鶴が嵐人が多分いたから、鶴岡八幡宮っていうのかもしれませんね。はい、この回にも鶴岡さんいらっしゃいます、嵐人のご子孫が。もう一つ最後の極めつけ、これですよ。夏草かしげくなりぬる桃式の大宮どころ見れば寂しもあれ悲しも。この皆さん、桃式ってこれ原表記見てください。たくさんの石の城なんでございます。これどこの写真かお分かりでしょう。そう、五所ヶ谷神々石です。かつてここに景行天皇が来られて、ここに都を置かれた。
だから都という地名が起きた。それが今の都郡の言われです。奈良県にありますか、御所が何神々石なんて。あそこ神々石が一つもないんです。でここに決まってるじゃないですか。じゃあこの29番歌を読んだ柿本の人まろさんは、私と同じように、私なんかここもう100回近くリピーターですけどね、まあ、アホですねアホですが、柿本の人まろさんはまさしく私とこの同じ位置に立って、これを見ながら、ちょうどこれ私夏草の時期に行ってるんですね、解散されながらねほら夏草茂っとるでしょ、うん、でこれでぼんやりと見てるんですよ、この水門跡で。ここにいた押し熊の巫女さんが結局ここを攻撃されて逃げ出して河原に来て、最後河原の決戦でもまた負けて、で最後瀬田の渡りで沈んでいくんですがね、この後出てきます。じゃあこの歌、徹底して河原と都郡の歌やないですか。人室さんここを読んだんでしょ。誰ですか、向こうの琵琶湖読んだなんて通説の学者さんたち。ちょっとお前ら田川来いって私は言いたいわけですよ。来て見てみーって感じで、奈良県のどこにあるか、滋賀県のどこにあるかこれがって言いたいんです、いつもね。今日はプライベートに近いから思い切って言ってます。だから万葉集の解釈みんなおかしいでしょ。おかしいんですよ。何でんかんでん考古学と同じで奈良県に押し込めりゃいいと思ってるんですから。これが明治以来、あるいは江戸時代以来の万葉集の解釈の大間違いの部分がなんと200年近く続いとんですよね。元都立高校教員の私がたった一人でこの大きな流れに一人で立ち向かっているんです。いやここですよ、誰が何と言おうとここですよ、この田川宮古地区の話ですよ。人丸さんそこにいて現実にこれ見て、この万葉集読んでいらっしゃるんですよね。さあこの歌の歴史的背景です。神宮皇后軍が押し熊の巫女の軍を殲滅し、押し熊の巫女を受水自殺に追い込んだということが日本書に書いてございます。その部分です。ここにその屍を探れども得ず、しかして後に日経て宇治川にいず、竹内氏の宿根またこいて、歌いて曰く、近江の実瀬田の渡りに数く鳥、田中見すぎて宇治に捕らえつ、近江の海の瀬田の渡りに沈んだ鳥目、押し熊の巫女のことを言います。田中見すぎて宇治で捕まえたぞって開催の歌叫ぶんですよね。兵士に騒がしたんですよ。お前ら何が何でも押し熊の巫女を死体探し出せって言ってね、命じてね、数日経ったって書いてありますでしょ。それがなんと宇治川に出たと、見つけたぞ捕まえたぞって、死体を捕まえたって喜んでるんですよ。めちゃくちゃ不気味な歌でしょ。日本書書いてあるんですから。これが通説の日本書紀の解釈は琵琶湖に持っていっちゃうわけですね。で受水自殺、そこは海なんですよ。近江の海って海なんです。イサナトリ近江の実という言い方が万葉書の確か153番かなんかにあります。クジラが取れる海、琵琶湖であるわけがないんです。でここが大事です。王の死を確認し、草薙の剣を入手するため、竹内の宿根は屍を探索する。その屍は宇治川に上がった。宇治川はやはり人丸の歌からわかる。人丸の別の歌があります。物の符の八祖宇治川の味の木に、伊佐用波の行方知らずも。押し熊の巫女の死骸が味の木にかかっちゃったんです。八祖宇治川のね、それどこか、もうここに書いてあります。木部川です。私もっと昔から神祖の忍徳天を書きました。いやあれ宇治川ですよ。この字でしょ、宇佐に至る道です。宇治です。
田川道のことです。だからそこですよってずっと言い続けたんですね。はい、ここに引っかかったんでしょうね、かわいそうにね。はい、かつての恩河湾、引き潮の時にざーっとあの加賢間神戸市のある瀬板のところから下流に向かってこう流れていきますね。ところが満潮になるとまた戻ってくるんですね。この時なぜか知らんけど宇治川、木部川の方にこう死体が行っちゃったわけです。そしたら魚を魚を捕らえる網代木に引っかかっちゃったわけです。だから柿の元の人丸がこの歌で読んでるのは押し熊王のその悲劇の運命を見て取ってるんですね。だから悲しいんですね。網代木にいさよう波の行方知らずも、ああ押し熊の巫女もここで、ね、死体のまま捕まって、それで草薙の剣も取られてしまったんだな、こういう歌があったんじゃないですかね。で草薙の剣はもう皆さんも何度も言われて分かりますでしょ。現在の天皇家で天皇の位を御位を象徴する三種の神器の一番要の刀でしょ。もう一回言いますよ、豊国にあったんですよ草薙の剣はね。はい、で瀬田のあたり、海田町の瀬田あたりであろうと、まあ、こういうふうに言ってんですね。するとこれは高校の教科書にもよく出てくる有名な歌です。これも一間の歌です。近江の実、もう恩河湾ですよ。夕波千鳥長なけば心もしのにいにしえをもほい。先ほど述べた29番、30番、31番とこのもののふの近江の実、この歌が一連の歌であったとしますと、やっぱり29番か、高校の教科書でも人心の乱を歌ったとされてますけど、柿の本の人丸さんは4世紀の神宮皇后が押し熊の巫女大和武尊の巫女との孫を滅ぼした時の歌として読んでるわけでしょ。押し熊の巫女の死を悼んだ歌として読んでますよね。じゃあ人丸さん一体いつの人なんですか。問題ここですよ。もう早ければ6世紀なんですよ。じゃあさっきの新撰小辞録に書かれた美達天皇の御代に、家の門に、門のところに柿の木があったから柿の本という姓をつけた、あながち嘘じゃないですね。じゃあ今まで8世紀の歌人って言われ続けてきたわけですよ。7世紀の終わりから8世紀初めのね、歌人って、いやもうちょっと前に人丸さんいるよというのが私の今までのずっと万葉集を読み続けてきた結果だったわけです。おかしいな、もうちょっと古い柿の本の人丸さんがいるんだけどなと。いや一番新しい人丸さんは先ほど出てきたように柿の本の猿さん、つまり天武天皇のところに出てくる柿の本の阿蘇美だよってことは分かってるんです。阿蘇美というからには絶対天武記に阿蘇美をいただいた人、やっぱ柿の本の猿さんと限りなく同一に近い存在、それも存在するんです。だけどもうちょっと前にもいるんじゃないかというのが私の長年の疑問だったわけでございます。さあこれ神宮皇后が押し熊の巫女を退治した時の地図ということでいつも使っておりますね。もう今日は軽く流します。はい、これです、ここですね。ここが押し熊の巫女をやっつけた場面ですね。6番のルートですね、ここです。はい、五所谷から、はい、中愛峠を越えて河原に来ましたね。だからあの中愛峠の中愛さんってひょっとしたら押し熊の巫女のことです。はい、そんなことも西日本新聞書きました。それでここの海に沈みますね、流されて木部川に戻ってきましたね。はい、全部当たりますでしょ。さあまだ続きましょう、場面また変わります。今29番歌関係の歌はありましたね、神宮皇后の歌ね。ところが同じ時代にもう一つ柿の本の人丸さんらしき人物がですね、こんな歌残しています。で万葉集では題詞が人心念の乱平定以後の歌2首となっております。